はい、こんにちは、のぶです。では、レックオーバーの今、ポイント、自分が学んだポイント、3つですね。3つ、4つかな。まずは、こう、なんだろうな、ボールを打った時のこのまたぎ足なんですけど、この、付け根から上げて、で、降り、で、膝から下は折りたたんで上げる、上げて折りたたむ、ボールを上げる、蹴る。でここなんですけど、でボールの高さは2つ目、こう上げた時のここ膝下の高さまでがボールの自分の高さ、上げる高さ、まあ置くような感じでボールをここの高さに置くような感じだったら、まあ、一番こうまたぎやすいっていうところですね。3つ目は、あとは、あ、でボールは、体の正面で上げる。そうすると将来的に、両足でレッグオーバーができるようになると。ボールの正面でやっていくと。で、4つ目は、なんだっけ、そうそう、一番大事な、蹴った後すぐ地面をつく、そのパンパンっていうボールを蹴った瞬間にもう地面につく感じでまたぐ足を上げると、ポンポンってこうやって蹴った同時にすぐ地面につく、ここの速さがすごく大事だというところですね。はい、以上のポイントです。